が溢れる社会の砦で、それでも微笑む人がいて、いつでも手を振る人もいる。そんな手応え確かに感じて。皆さん温かい拍手でお迎えしたいと、していただきたいと思います。それでは山田姉妹さんよろしくお願いします。山田姉妹さんよろしくお願いします。山田姉妹さんよろしくお願いします。はい、山田姉妹さんです。こんにちは。どうも。こんにちは。じゃあそれではですね、まず自己紹介からお願いしたいと思います。山田姉妹の姉でゆかです。お願いします。拍手。はい、こんにちは。山田姉妹妹のはるみです。お願いします。はい、山田姉妹ということで、本当の兄弟なんですかね。あ、すみません、姉妹なんですかね。いや、あ、はいと言いたいところなんですけれども、私たちは、レコーディング歌謡祭というオーディション番組を通して知り合って、はいはいはい、で、それで山田姉妹という俳優になります。どうですか、なんかお住まいがすごく近いと。はい、そうなんですよね。隣同士の隣町に住んでるんで。はい、このカチューシャですけど、なんか結構可愛らしいんですけども、これはジャパラをイメージしたカチューシャになってるんで、これを PR にして頑張っていこうっていう風になってるんで、ぜひ皆さんもこれを応援してください。はい、この2人はですね、私の方のオーディションで7000人の中から2人選びましてですね、実はジャパラのですね、これが花粉に効くという、まあ、効くというか効果があると聞きまして、全国のですね、応援ソングを今作っております。その一つとしてですね、特に関東の方はですね、花粉で悩んでる方たくさんいらっしゃるんですね。で、今日を皮切りにですね、収穫されたということで、ジャマラ姉妹も今日から収穫されてスタートということで、全国の特使としてですね、今からどんどん歌っていきますので、よろしくお願いいたします。まあ、北山村がですね、もともと元気になる歌、そしてあと蛇腹がですね、もう全国区になるような、そんな歌を書いてほしいというふうな依頼を受けまして、私なりにまとめさせていただいて書かせていただきました。もっと歌の内容もですね、分かりやすくどなたでも歌えるような感じになっておりますので、ぜひぜひ今日は皆さん聴いていただければと思います。今日はありがとうございます。Thank you.
ありがとうございます。